エンサイン N175 は、イギリスのレーシングチーム、エンサインが1975年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ボロが購入し1976年、1977年は、ボロ001として参戦。1978年は、マリオ・デリオッティレーシングから再びエンサイン N175 として参戦した。 新たなデザイナーのデーブ・ボールドウィンが加入し、新規に設計したマシン。当時のトップマシンであったマクラーレン M23 によく似た直線形のデザインであった。デビュー戦は1975年フランスグランプリ。ジーズ・バン・レネップがドライブし、予選22位、決勝15位であった。次戦イギリスグランプリでは、ロエロフ・ブンデリンクがドライブするも予選落ち、ドイツグランプリでレネップが、 再びドライブして6位、入賞、1ポイントを獲得した。その後加入したクリス・エーモンがオーストリアとイタリアでドライブし、いずれも12位となり、最終戦アメリカグランプリで再び、ブンデリンクがドライブするがリタイアに終わった。翌1976年、エンサインをスポンサードしていた HB が、独自のチームを設立し、エノ175を購入、ボロ001と改名して参戦した。 ドライバーはラリー・パーキンス。初戦は第4戦スペイングランプリ。この年は6戦に参加し、完走2回、リタイア3回、予選落ち1回でポイントを獲得することはなかった。1977年シーズンはブライアン・ヘントンを起用して、オランダグランプリとイタリアグランプリに参加するが、オランダでは押しがけのため失格、イタリアでは予選落ちであった。ボロは、 F1 から撤退し、マシンは売却された。1978年は主にノンタイトル戦に参加する。第10戦イギリスグランプリにジェフリースのドライブで参加するが予選落ちに終わり、これが世界選手権最後となった。ありがとうございます。